どうやら私がやるしかなさそうだ。ジオン、出るぞ。フロンタル大佐でも、シャア総帥でもなく、シャア大佐？一年戦争に、確かジオング。パイロットはガンダムの進学、この機体アムロではないのか。クロトロ隊員、違うな、シャアを名乗っているのか。あなたは僕の知っている隊員じゃない。何者なんですか。私を誰だと思っているの。勇敢だな。軍人ともゲリラとも思えん。あなたは何やってんです、こんなところで。戦争とはこういうものだ、理解して。戦士がここにいるはずなのは確か。そう、フルフロンタル大佐の拠点攻略用巨大モビルアーマー、ネオジオング。今回のブレイク現象、フロンタル大佐さんよりシャア大佐さんとの紐付けが強いね。その原因はやっぱりカミーユ君。私にプレッシャーをかけるパイロットがいると。あなたがクワトロ隊員だというのなら僕は止めてみせますよ。君とは奇妙な因縁があるようだ。あの少年のようなスポーツどこか感じたことがある。こいつでどうだ。でやー、前頼むぞ。余分な隊員してやる。未完成を期待か。皮肉なことにジオングの完成型は連邦が作り出すことになる。強化人間を使ってな。強化人間だって。裏サネ研究所で開発されたサイコム搭載のモビルアーマー。まさかサイコガンダム。フォー・ムラサメさん、あの戦いはジオングから始まっていた。正確にはその前、ニュータイプ専用モビルアーマーエルメスからだ。なら私はお前を守れなかった。これ以上の不幸は許しちゃいけないんです、絶対に。だからこの戦い。なんだあの少年から感じるプレッシャーは。助かる。これはどうだ。くらえ、かわせるか。認めたくないものだな。自分自身の若さゆえの過ちというものを。本来フルフロンタル大佐が待ち受ける場所に若き日のシャア・アズナブル大佐。今回のブレイク現象だが、やはり神指団との姫付きが強い。シャア大佐は後のクワトロ隊員、ハマーンターンともグリプス戦役で戦ってる。大佐、大佐、総帥、三つの時代のシャア・アズナブル。そして異なる歴史から来た刹那の一戦役。彼はニュータイプとイノベーター、革新した人類という共通点だと思うわ。大尉はここから下がってください。あとは僕がやります。あの少年、計り知れぬ力を持っているな。それに飲まれなければいいな。もらった。捕らえた。ありがとう。ニュータイプは戦争の生み出した人類の悲しい変種かもしれんな。やり尽くしてやる。これでアーガマに帰ろう。ファーの声が聞きたい。ジオング、ゼータガンダム共にブレイクアウト。このミッションのブレイク修正を確認した。なんだかすごいミッションだったね。ラプラスの箱の中にジオングが入ってたってことじゃないでしょうね。もうそれでいい気がしてきた。終わったのか。